どうもシュルです。リュルカス 3DS 前回に続けないやっていきたいと思います。ではコミュニティ対戦やっていきます。参加する。通信接続。コミュニティ対戦。コミュニティコードこれ31662503451037です。でパスワードはひらがなのあーで、ひらがなのあーで全部埋めてもらったら入れます。いきます。あとまあこのゆるるかをいつまで続けるのかってことですけども、多分まあ今だ300何本ぐらいなんですかね、350本ぐらいですかね、40本ぐらいなんですか、ね、今のところおそらく多分400本500本ぐらいで多分終わるんじゃないかと思います。最終的には図鑑を 100% 揃えてから終わろうと思っているので、そこはフィナーレですね。まあ別に図鑑揃えてからでは別にコミュニティ対戦の方が楽しめたりできるんですけど、まあそこはまあグダグダになりすぎない程度で いずれ、終わろうと思います。だから多分まああと今月いっぱいぐらいで多分ユルとルカの実況は終わるんじゃないかなと思います。でその後ですけども、ドラクエシリーズでドラクエ10をやってなかったんでドラクエ10やるかもしれないです。まあちょっとよくわからないんですけど、まあとりあえず多分4月いっぱいぐらいで終わるんじゃないかなと思います。ではまあ行きましょう。再生数を探す。お、神竜王か。強いな。神竜王は強いもんな。神竜王は無難に強いんでね、これね。神竜王に行動早いを持たしたバージョンはね、大体が強いんですよね。結構ね、その、こうやってブレスと、あと攻撃が結構高いんで、どっちも高いんで。で、時々バイキルトとかも結構、持ってたりとか。なんかいろんなところで。あ、威圧も持っとんか、これ。あ、外しとる、威圧。まあでも行動範囲持ってそうな感じはするんですよね。でブレス入ってきそうな気はするから、やっぱ地獄の鳥ここは逃げるべきやな。ここはちょっとに、ここはまあ防御、いや、まあ、こいつ防御で耐え忍ぶか。もうこれはもう負けるから、こいつともどうもできんな。どうもできんけども、スカルぐらいかけとくか。あーきつい。時々バイキューズされたきついな。熱い。先手取れたぞ。あー、きつい。このドラゴンバーンも相まって結構ね、強いんですよね、神竜王は。神竜王はね、もう、かなり前に自分で使ってたんで。お、こっち系か。あ、マジか。マジか、時間魔法ったら。そっち系？あー、きついこれ。攻撃的？攻撃。よし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 。結構食らわしてくれ。デッドマスが特に。おー、微妙い。あー、オッケーオッケーオッケー。もっと、もう一発、もう一発、もう一発。もう一発、もう一発、もう一発。よっしゃー、もう一発来てくれよ。もう一発。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよいいよ。ギガマホットラーやめてくれよ。当たれよ。よしよし。オッケー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 。来てるよ、来てるよ。おー、オニオン。オニオン耐えてほしい。あ、煉獄斬り強かったな、これ。威力めっちゃ高いもんな、これ。おー、もうミス。あー、きついな、これ。オニオン地獄の俺してないし。きつい。あー、ミスった。なんで防御してもたやろ。マジか。ですよね。おっしゃー、強し。デッドマスカー強し。デッドマスカー強えな。攻撃だけで強いやんけ。やるな。おー、またこっち。あー、またこっちか。これはでももう、こっちは無理やな。デッドマスがどうもならんから。名もなきか。これ早いからな、名もなき。まあ、これは地獄の奴隷鉄板やろ。こいつは多分、まあ、何しても多分やられるっぽいな。もはや。こいつも無理やわ。で、こいつは多分、なんとか生き延びれると思うよな。何しよう。まあ、とりあえず一旦様子見てみるか。大防御で。で、こいつは、
一発目に黒い霧がかかると熱いかも。よっしゃ、オッケー、これでバイキルと多分防げるはず。でかいぞ。 HP は少ないと思うんですよね、多分。まあ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 、320ダメージ。あ、そっち系か。でもスモールグールは倒してほしいから、できれば。おお、ガゴいる。オッケーオッケーオッケー、スモールグールダメージは大丈夫。あれ、あんま強くないぞ。あれ強、ギャンブルカウンター強。オッケー、絶対レード。もう絶対レード、絶対まあ確実にダメージ与えてくれた。スモールグール与えてほしい。あ、あやったら寝とるやん。オッケーオッケーオッケー、もっと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 来いよ。あかん、爆裂剣弱いな。火力はそうでもなかったな、このナムナキが。よし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 。ギャンブルカウンター、ギャンブルカウンター。ほい。よし、来た。でかいよ。おお、やるな、ドロイド、お前。お前賢いな。いったやろ、これ。多分。これ吹くとき大体倒せるからな。これ、レクイエムの笛って、これ、ザキ耐性無効なんやか、無効関係ないんやな、これ。とにかく、8分の1以下のやつは絶対に倒せるっていうのがレクイエムの笛なんか、これ。ってことは、これかなりええよな。終盤とか、なんていうかな。ダイヤモンドスライムとか残り HP 少なかったりとか、そういう時に全部使えるわけやから。レクイエムの笛は結構なんか、これ、使えるな。地味に。しかも魔法じゃないか、黒い霧しとっても問題ないし。レクイエムの笛って、たまーに役立つな、たまーに。まあ、ほとんど役立たんけど。まあ、ドルイドのアカンとかはやっぱすぐ死んでしまうとこなんですよね。で、スピードが遅いんで、やっぱすぐね、何もせずにやられてしまうパターン多いんで。まあ、その点やっぱ猛者持ちはね、何かしら爪痕残すんで。強いんです。おー、鬼コンボ、悪魔。これ絶対リバースやな。多分、まあ、これでもラウンドゼロはシェコン編っぽいな。この悪魔がラウンドゼロしてくる。シェコンか、さすがにこの、多分サポート役かな。多分バイキールとかなんか繋いでギガデーモンが一撃かましてくるっていう多分、戦略だと思うんやけど。まあ、わからんけど、まあ、そうやと思うか。よし。まあ、悪魔がちょっとブレス入ってきたらちょっと嫌やな。それだけはちょっとやめてほしいな。威圧持ち？あー、きついな、これ。威圧持ちきついな、これはな、きついな。とりあえず、よくわからんねんけど、これ防御しようか、とりあえず。で、こいつは、まあ、多分一ターンは多分言うても、まあまあ大丈夫だ、でしょう、ということで、斬撃予測しとこうかな。まあ、どんな感じの攻め方かまだよくわからんから、オッケー、いいね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 。いいよ。頼む、一旦耐えてくれ。あー、やっぱ斬撃やった。やはり。やはり斬撃だったか。ふっふっふ。よし、マヌサ。強し。オッケー。オッケー、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 いいよ。で、こいつがやるべきことは、まあ、惑いの息かな、やはり。で、こいつは斬撃予測で多分鉄板でいけるから。斬撃予測と。で、こいつ、ちょ、まだいけるな。マネマネでいけるな。案外食らわんかったな、ダメージ。で、最後にオニオンは死ぬ前に、あー、プレッシャー。地獄の泥をかますと。悪魔止めたんでかかったな、でも。オッケーオッケーオッケー、斬撃ありがとう。あー、リリパッド。ん？あ、斬撃予測？返すよな、返すよね。返そうぜ、返そうぜ。あー、やっぱこっち系か。ちょ、オニオン頼むからマインドやめてくれよ。おー、危ない危ない。ギラグレイド、オッケーオッケーオッケー、熱い熱い熱い。よし。オニオンが全てを返す。よっしゃー、結構強いぞ。こいつ結構攻撃強いからな。よしよし。シーナ万象山、イエーイ。お、なかなか。煉獄火炎。マネマネやっぱ強いな、これ。マネマネはやっぱ強いわ、これ。無難にな。いいよな。アクバー。アクバー、確かにアクバーやった。ギアグレイド。強し。お、アクバー HP 高え、結構。マジか。そんな高かったか。まあ、とりあえずこいつはもう一旦多分しのげるから。
まあ、天変地異で攻めてもいいんやけどな。あ、でもあかんわ。まあ、とりあえず守備いっとくべきや。うん、こいつはマネマネでいった方がいいな。マネマネでいこうかな、やっぱり。おっと。まあ、猛者で一旦しのげるんで、それで全部返せば多分勝てると思う。オッケーオッケーオッケー。跳ね返す。ポイン。バシュ。いや、強いな。斬撃予測ほんまええな、これ。オッケー。サシュ。来い。来た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 。おー、マインド。はあ、マインド。これ一番恐れ取ったけど。こいつもマインドだけいるな。もうブレスで止められるのマジで痛いわ、これ。仕方がないな、これ。マネマネで相打ち狙うか。まあ、こいつは状態異常効かないんで。もうここはマネマネで、相打ち狙うしかないですね。痛い。よし、もうじゃ。まあ、多分、敵 HP 減ってるんで、いけるんじゃないかなと思うんですけどね。いや、いけてほしいな。オッケーオッケー。ギラグレード結構熱いぞ。まあ、出てますけど、結構賢さと攻撃力高いんで、いけるやろ。よしよしよし。ジャブ。オッケーいいよ。テンホンで強い。微妙。ギガデーモンか。おっしゃ、なんかわからんけど、ゾンビ版。オッケー、これ来たやろ。これは食らうぞ、だいぶ。さすがに。よっしゃー。オッケー。まあ、引き分けまで持ち込めた。オッケー。多分デッドマスクは強いな、こいつは。こいつ安定の強さしとる。あとは、リバースやんか、これも全員。くそ、リバース、あと2ターンか。なげな。まあ、これ真似真似で、行くでしょう。まあ、こいつはもう何も、どうもできんな、これも。リバースやからな、何せ。まあ、ブレスが予測されるから、ウィキ予測しとくべきやな。んで、とりあえず、こいつ一番遅いから、行動が、行動一番遅いんか、こいつ。きついな。何しようかな。まあ、天変地異で、どこかどうせ死ぬけど。まあ、ブレスがだいぶ飛んできそうな気はするんやけどな。お、ラッキー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 。オッケー、あーでも結構きつい。あ、ステルスアタックか。あ、ステラーか。おー、普通に攻撃やった。ん？テンション？ドルダやめて。あー、ドルイド！ドルイド、まあ。まあ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 。オッケー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 。銃撃ですよ、いいよ。もうガーゴイルが案外死んでないな。あー、そっちか！おー！きつい。これきついな。これはだいぶきついぞ。どうしたいんや、これは。ずっと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 ラウンド5か残り、まあ、アタッカーで貼っとくか、これとりあえず。これきついな。痛い。うわ、強っ。ああ、これ無難に強い。ああ、状態上きついな、やっぱり。ああ、ステラーや、ステラー。ステールスアタック強っ。めっちゃ強いやん、ステルスアタック。これもどうしようもないやろ。まあ、マネマネで奇跡が起きるっていうのは、まあ、ないか、さすがに。それはないか。全員倒すのは無理やろ、さすがに。マネマネで使ったとしても。まあ、状態じゃ止められそうな感あるやんな。ギャンブルカウンター行こう。ギャンブル、ギャンブル、ギャンブル。あかん、ギャンブルカウンター行こう。ギャンブルカウンター。あかん。ギャンブルカウンター行ってくれ。ブルカウント頼むよ。よっしゃー。74。マジで強っ。あ、守備めっちゃ高なっとんか。全然効かへんやん。あかんわ、これ。これダメだわ。こっちにバイキルトかかってたらまだあったかもしれんけど。あ、行くやん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 。意外に行く。あかん、全然あかんわ。強っ。ダラダラダラ。ででん。もうプオーンだけやな、まともに食らうの、攻撃。他はもう全然やな。スクールとかけ取ったのが痛かったな、これ。
あ、マネマネ対策かな、スクールとは。スクールとかやっぱ効きましたね、結構ね。スクールとかかってなかったら多分ね、ギリギリいけてたかもしれないんですけどね。それではこっちがバイキュードかかってたけどったな。まあ補助役おらんもんな、今考えて、このパーティーに。まあ一応あいつが補助役なんか、あのリリーパッドが。あいつがバイキルと持っとんやけど、入れ替えようかな、なんかちょっと。セットアップで。先に、あ、誰出そうかな。先にやっぱ、いやでも最初、この、リリーパッド強いしな。ってなるとやっぱ、最初出すとしたら、アイアンタートルかなと思うんやけどな。アイアンタートルいっとくか。こいつはまあ言っても、そんな、なかなか倒れへんから、これでいこうかな、じゃあちょっと。アイアンタートルと、まあ、こんだけ硬いパーティーやったら、まあまあまあ強いと思うんやけど、そこそこ。守備は高いな。パトラッシュー！エルギオス、ギュメイ。なんなんやろ、このパーティー。でもエルギオスとギュメイと、ハート全員2回行動やからな。2回行動のステルスアタック、ステルスアタック来そうな感じがするよな、なんか。で、身代わりやな、この、おなじみ。身代わりしますぜ、兄貴っていう。威圧持ち、何？マジか、威圧持ち。強し。多分、ステルスアタックっぽいな、でもなんか。うん。そんななんか匂いがするな、なんか、ステルスの匂いが。ステラーの匂いがするぞ、やけに。やけに今日はステラーの匂いがするからな。まあ、ステルスアタックやと思うやけど、多分。身代わりとステルスアタックの、オンパレードで来そうな感じはするよね。なんとなく。違うかな。いや、絶対そうや。そうであること祈ろう。もうオニオンはま、死ぬしかないわ、これ。ドワーン。あ、違う。いや、この後来るかもな。うん。マジか。マジか、そっちか。あ、やっぱ来た来た来た。オッケー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 。ありがたい。よっしゃ。よーし。いてつく。ん？おー、オッケーオッケー、バイション消した。ナイス。マダンテ？え？おー、なんか跳ね返した。なんで？なんか跳ね返した。あ、魔法ガンダが。やるやんけ、アイアン。アイアン。アイアンだと HP 減ってないやん、こいつ。こいつ強っ。鉄壁やな。にしても、そういうことか。だいたいわかったぞ。攻め方は分かったぞ。ここは、身代わりがちょっときついから、まあ、これは地獄の踊り、まあ、最後も散るしかないから。まあ、こいつは一旦もう一旦、ま、持たせたいから、なんとか生き延びたいんやけど、防御するか。防御るか。いや、防御っても意味ない。あー、もう時間ない、防御ろ。いや、防御で耐えれるかな。もう絶妙なとこやな、これ。よし、まあ、ここはどっしり耐久速で構えとくと。まあ、オニオンは絶対今回死ぬから、多分倒しに来ると思うよな、オニオン。あー痛い。あ、そっち来た。さっきそっち来たか。やばい。これはまずい。きついな、これ。これはまずいわ。これはまずいな。ちょっとこれはもう無理やな。まあ、これそっちこっち行って、こいつやな。ここは。うん、ここはこれやな。まあ、リバースと関わってないから、多分、言うても相手もスピードそんな速くないと思うやんな。うん。多分、こいつがま、とりあえず最初に、あ、そうか、身代わりがおるんか。なるほど。なるほど。身代わりどうしような。身代わり封じとかないもんな。誰持ってないもんな。こいつ、なんで封じ系持っとるの？身代わり封じだけないんやろ、こいつ。こいつ、ほんま、あれやな。きついな。身代わりか、もうこれ白い切りするしかないやん、とりあえず、まあ。なんかスクールだと隣どこか、とりあえず。もうわからん。とりあえずこいつが内緒。あー、終わった。あー、きつい。身代わりきついぞ。まあ、これでストレスアタック封じれるか、と思う。グランドネピラ、強っ。グランドネピラ、強え。マジか。あ、これ、ま、負けや、ボロ負けやわ。全然負けやわ。案外やっぱ身代わりとか強いもんな。無難にな。うん。
まあ、さ、微妙い。あー、まあ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 、ギガマホトラね。シュイン。シャッフル。ん？なんでシャッフル？あ、そう、消したんか。なるほど。まあ、これもどうしようもないな。うん。メダパニャぐらいしのり、できんかな。あー、白い霧。白い霧があるんやな。そう。白い霧がなくなっとるわけや、シャッフルで。もう無理やわ。これはもう無理や。メタルキング一つで止められるもんな。やっぱ強いな、メタルキングは。なんやかんや、この身代わりは結構、強いですよ、ハマると。ギュメイも安定の強さ、こいつも。アタック強いもんな、こいつな。でぅ、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 でぅ。スモヤン、スモヤンだ、スモヤンでは無理やろ。スモヤンはどうもできんもんな、これね。まねまねしたところでメタルキングおるからもう無理やな。詰んだな、これ。参りました。スモヤンにはどうもできんわ。突破できん。これを突破できる一枠はおらんやろ、まあ。この4体を。おったらやばいな、そいつは。やっぱ身代わりとステルス叩く結構辛いな。うん。特に身代わり。身代わりが辛い。まあ、いてつかで消せるけど、それを持っとるやつがおらんから、あんまり。まあ、デッドマスカーぐらいか、持っとるの。でも言うてもあいつは、そんな、あれやしな、スピード速くないからな。そうはきつい。うん。はい。というわけで、とりあえず一旦じゃあ、これで20分来たので終わりたいと思います。また引き続き、まあ、どんどん動画は出していこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。